15年ほど前、アルミの板金学校というものをそれをやってたんですけども、事業が思うようにいかない。でうちの商品に何かこう付加価値をつけていくのをレーザーで新しい商品を作っていこうかというのが思いだったのがきっかけです。だから医療器メーカーさんから手術用に使う器具の一種類だったんですけども、メーカーさんの要求は表面にマーキングしてほしいという依頼だったんですけども、なぜか樹脂の中に文字がマーキングされまして、やってみて驚いた、まあ、レーザーってなんかそういう世界なのかな。まだその世の中にこういった商品もないし、外側からの影響を受けないんだとしたら、いろんな分野で使われるってくることも多くなると、まだまだ無限の可能性がある、こういったものの事業もやってもまあ面白いのかなと感じたところです。私はこの内部彫刻加工の無限の可能性を追求しているわけですね。ソフトがダメだったら自分たちで、ソフトのいろいろと研究する、ハードがダメだったら蓋開けて中の部品取り替えたり、なんか工学系したり、 とにかく納得いくものを作っていく、探究心っていうんでしょうか、そういったものがあるから何か新しいものが生まれてくるんではないかなというのが、まあ、自分の考えの中です。それを作っただけでは単なる 3D の形にしかないんですよ。商品として売るにはここにやっぱり魂を入れなきゃならないんですから。そしてビジネスショーはクリスタルト商品をいろんな業者さんにとにかくたくさん見てもらいたいために出展したんですけども、ライセンスの会社さんとマッチングの出会いがありました。このピーターラビットが版権会社さんに出会いまして、担当で来られた方が製品を見てですね、うちのピーターラビットをクリスタルトして 3D 化して商品として販売をしていかないですかねというようなお話があって、反響がありまして、どこのメーカーさん持ってるのすごく綺麗でいいねって言っていただけたもんですから、その技術を融合した結果、まあ、こういう綺麗なクリスタルトができたんですね。ライセンス商品というのは消費者の方、まあ、お客さんというのは思い入れがすごいありますし、これでハートを射止めるようなものを作ったら買ってくれるんではないか、まあ、ピーターラビットを販売していきながら若干やっぱりそれは感じてまして、ライセンシングジャパンというエージェントさんの集まるビジネスショーがあるんですけど、ちょっとそこに行ってみまして、あの宇宙戦艦なんかこういう夢のあるものをドテーンとしたものを作って部屋にあったらジオラマやプロモデルとはまた違った迫力なんじゃないかなっていうのもあって、関係ないと作れないですから、まあ自らがそこで作るという話はしないで、何か興味あったらあの連絡いただけますかね程度でその時は進ませております。後から連絡が来まして、ぜひクリスタルアートを作ってほしいということになりまして、商品化してそれ以降が大きく飛躍しています。スタートアップはテレビの思い出がやっぱりあったんですから、アメリカのファン層のニーズっていうのはもう日本の技じゃないことが分かってます。で今のこの技術を持ってアメリカにも販路を拡大していきたいというところから、スタートレックの商品化というのをこうずっと模索を始めたところです。スタートレックコンベンション2015に出展を決意したんです。いくつかの困難は多々ありましたけど、力になっていただける皆さんが周りにいらしていただいたおかげで、未知の事業も成功になっていく道筋がなんかできたかなと思います。うちのやはり商品の魅力というものを、もう絶え間の努力で今のここの妥協がない、お客さんが本当にうわすごく綺麗だ、本当に欲しいって言っていただけるような、そういうものを作っていきたい、まあ、それが協力していただいた方に私として会社としてこう何か一つお礼できることなのかなと。